昔々帝桃太郎は、落語芸術協会所属の落語家。長野県小諸市出身。本名、柳沢直信。出林、旧、桃太郎の歌。昔々帝桃太郎を名乗った落語家が何人いたか正確な数は不明だが、本人は、初代は、鬼ヶ島に行った人で、自分は三代目と発言している。先代は一時違いの昔、帝桃太郎で、 東大も当初は、昔々邸を名乗っていたが、画数のため解明した。寄席の客からの通称は、ももちゃん。主に新作落語を得意とし、そのユーモラスな内容と、斬新な語り口で人気を博す。枕では、ダジャレで締める小話をいくつか繰り出すのが通例となっている。大の巨人ファンでもあり、枕に野球のネタを織り込むこともある。座布団の横に、 湯飲み茶碗を置くことが多い。一度口を湿らせた後、せこい茶碗だね。これじゃ、田舎の田植えだよとぼやくギャグを繰り出す。弟弟子の春風亭翔太などとの二人会も行っている。風貌が漫画家の赤塚藤夫や柳屋さんかしに似ていて、自身もよく枕などでネタにする。60年代前後の歌謡曲に造形が深く、歌謡曲を切るという得意コンタもある。 さらに2018年現在、自身は、ルイジアナママなどを歌い、弟子や若手にツイストを踊らせる余興を一石の後に披露することがある、など、ありがとうございます。